8月にほっそり金鋭を公開した深田京子を超えたのは40から50代女性が年を取らないと思う同世代美女トップ3森高千里が7月に野外音楽イベントラッキーフェスに出演往年と変わらぬ膝上上スカートから覗く美脚を披露したことが話題になったいくつになってもキラキラ輝く姿は同世代の女性からの羨望を集めるとともに 勇気も与える。そこで今回は40から50代の女性100人に、年を取らないと思う同世代美女について聞いてみた。第2位には、深田京子と内田幸が同率ランクイン。深田京子は8月20日に約11ヶ月ぶりにインスタグラムを更新。長野名と佐藤健が主演を務める映画、働く細胞に出演することを金英と共に報告。 ピンクのドレスに身を包み、微笑む深田は、以前よりもほっそりとしたフェイスラインで、より非常に小さいすごく痩せて見えるのですが、大丈夫ですかより非常に大きいより非常に小さい体調大丈夫より非常に大きいと心配する声もあったが、より非常に小さいかわいすぎより非常に大きいより非常に小さいお姫様すぎ、より非常に大きいなど、絶賛の声が続出した。 見た目が全然変わらない、41歳、女性。金融関係。スタイルと肌が綺麗すぎる、40歳、女性、主婦。シワやたるみが全然ない、48歳、女性、総務、人事、事務。肌の年齢が昔と変わってなさそう、41歳、女性。いつまでも可愛らしい、44歳、女性、主婦、内田幸は、米倉良子主演。 ドクター X 下界大門道子のシリーズテレビ朝日系にメインキャストとしてレギュラー出演しているが今年12月に劇場版が公開されることを受け8月27から28日にドクター X 感謝祭最初で最後のファンミーティングドクター X ファミリーも大集合が開催され内田も他のキャストと共に登場 輝くばかりの美貌が話題になった。容姿が全く変わらない。美魔女、43歳、女性主婦。顔の死は、シみ、たるみ、すべてがない、51歳、女性。疲れが全く見えないし、若い頃より綺麗だと思う、44歳、女性。総務、人事、事務。顔もスタイルも若い頃からあまり変わっていない、45歳、女性。 昔より可愛い46歳女性第1位は石田由里子。石田由里子は8月30日放送のうどう由美子アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ。うどうのラジオ日本放送に出演し、若い頃お嫁さんにしたい女優と言われていたことが嫌だったと告白。また、奇跡の何歳とか言うけど全然奇跡じゃないと。 最近の褒め言葉にも違和感を感じていることを明かしていた。若い頃から品があり、落ち着いた知的な美しさは今も変わらず健在。53歳、女性。透明感がある。何年経ったも見た目が変わらない、46歳、女性主婦。ナチュラルな感じで逆に若く見える、59歳、女性主婦。 お肌がツヤツヤで可愛らしく若々しい印象、53歳、女性主婦。痩せすぎていないで、肌にりがあって若々しい52歳、女性総務人人事務。笑顔がとても可愛らしくて、髪型や服装もとても似合っていると思う51歳、女性主婦。テレビ番組や CM などで見ていて、肌が綺麗55歳、女性主婦。 厚化粧でなく自然で可愛らしい50歳女性。いつまでも可愛らしい49歳女性。総務、人事、事務、石田由里子の自然な笑顔に、より非常に小さい素敵より非常に大きいより非常に小さい美しいより非常に大きいと、賞賛の声が続出。